6月中旬、長崎市内の山中で身元不明の男性の遺体が見つかりました。ほぼ白骨化した状態で、黒色の服やズボン、黒い野球帽などを着用、近くには銀縁の眼鏡が落ちていました。警察はその特徴から、ある男性の可能性を視野に入れて、歯型の照合や DNA 型鑑定を進めていました。長崎市の江藤愛子さん、父坂本秀夫さんは73歳だった去年4月16日、自宅から散歩に出たまま行方不明になって戻ってきていません。秀夫さんは軽度の認知症でした。認知症やその疑いがあり行方不明になった人は去年延べ1万9039人、統計開始以来11年連続で増加し、その数はほぼ倍増しています。警察による秀夫さんの捜索は3日で打ち切られ、愛子さんは手探りで情報提供を呼びかけるチラシを直接交渉しながら貼ってもらったり、山の中を捜索したりしてきました。秀夫さんが行方不明になってから1年4ヶ月余り、手がかりは今もつかめていません。そうやったとしたら、もう受け入れるしか、時間かかっても受け入れるしかないっては分かっとるけど、いや受け入れきれるとかなとか。男性の遺体が見つかってから3日後のこの日、愛子さんのもとに警察から DNA 型鑑定の結果が伝えられることになっていました。もしもし、はい、はい、お世話になってます。はい、はい、はい、ありがとうございます。失礼します。違いましたと。DNA 型鑑定の結果、秀夫さんではないことが確認されました。これが。それでも愛子さんは心から安心できずにいました。お父さんじゃない方が良かったけど。なんかやっぱ複雑だな、これ。複雑なのは母悦子さんのことを考えていたからです。悦子さんは秀夫さんがいなくなった家で、秀夫さんの認知症が進まないようにと飼い始めた愛犬と秀夫さんの帰りを待ち続けています。愛子さんは悦子さんに電話で結果を報告しました。そうなん、もう今度は本当間違いないと思って、いろいろも先のこと考えよった。そうね、やっぱお母さんのことを考えると私も複雑やなっては思う。悦子さんはどんな結果になっても受け入れ、
家に早く連れて帰りたいと考えてきました。みんなの頭の中に、自分のこう頭の中にある間に早く連れて帰りたい。それが何年となったらみんなにも忘れてしまわれる、そういう姿であっても見つかって支えてもらった本当にたくさんの人にお礼を言える日が今日来るのかなとか、ほんの一言でもお世話になりましたっていうことをやっぱり言いたいから、早く分かったことが良かったかなって思ってます。悦子さんは秀夫さんが生きていると信じて捜索を続ける愛子さんを支えながらも、普通の生活を送ってほしいとも思ってきました。なんか今までも私が頑張れば頑張るほどお母さんを苦しめてる部分もあったと思うし、静かに過ごしたいって思うね、思ったりしてるとこで、私がやっぱり頑張れば頑張るほどそれができんくて、でもやっぱりその頑張らんってことは私にとったらできんし、悦子さんの先の人生のことも考え、愛子さんの心は揺れ動いていました、完全にほっとしてない自分にその気持ちが、なんかお父さんに対してなんか申し訳ないなって思ったり、絶対無事な無事な状態で探すって、もう探し、私が絶対探してやるってお母さんにもずっと言ってきてでも何か一瞬でも今回ね、今回見つかったとかお父さんやったらよかったとかもしれんなって一瞬でも思う自分が嫌になったりこの日の翌日、山の中で見つかった男性の遺体は長崎市内の男性だったと分かりました。愛子さんは同じ苦しみを誰にも味わってほしくないとの思いから、ある取り組みを始めようとしています。あれも作らんばです、フローチャート。その家族によって多分どのくらいの動きができるかっていうのはそれぞれやっけんか、例えば
愛子さんは同じ境遇の人に寄り添いたいと思い、NPO 法人を設立することにしました。創作のために今何ができるのか相談に乗るほか、家族を探す人たちの孤立化を防ぐため交流の場を作ろうと考えています。どうやって探したらいいかとか、何をしたらいいかっていうのは本当に最初全然わからなかったし、でもそれが分かってたら初動の段階でいろんなことができたりとか、もうそういう人たちにやっぱりアドバイスできたらいいなって。 NPO のメンバーは創作や自身の体験を発信し続けてきた愛子さんに協力しようと SNS を通じて名乗り出ました。父も何回かいなくなって、まあ、幸い、まあ、戻っては来たんですけど、こういった活動をすることでお一人でも気持ちが楽になられる方が増えたらいいなと思っています。法人名には特別な思いが込められていました。長崎市の旧県立図書館に6年前まであったレストラン石畳、秀夫さんが店のオーナーを務め、家族3人でおよそ30年営んできました。やっぱみんなおじちゃんおじちゃんって言ってくれて、なんかその時の笑顔とかはやっぱり普通の時よりも違うっていうか、家族揃ってみんなと触れ合えてかけがえのない場所だったなって。先週 NPO 法人の認証が無事下りました。秀夫さんに関する有力な情報は途絶えたまま、それでも諦めずにやれることをやろうと前を向いています。自分の精神状態ってなんかこう本当に波はあるし、時間が経って1年以上経っていろんな変化はあるけど、でも根本的にはまあやっぱ、諦めてないっていう、信じてるっていう気持ちが100%信じてるっていう気持ちが強いかなっていう。NPO 法人の活動は来月2日から始まります。メンバーとの出会いは秀夫さんがつないでくれた縁だと感じています。